しまいました。もっとあれなんですよ、本当はもっとね、私のアイドル像みたいなのがあったんですけど、またね、画角は珍しいかも。ここそう、最近増えているこっちの右側の角度、めったに撮らないこの右側の角度のファンが増えてきているんですけど、ありがとうございます。今日はこっち側の画角からお送りしたいと思います。はい、ということで今日食べるものは、あ、疲れー、今日食べるものはこのお茶ラダです。お茶ラダです。というかねえさ、誰か、そういえば、あ、やば、やるけど、あ、終わっちゃった。みんな今順番にレコーディングをしております。これは皆さんにはまだ内緒なので、あの、楽しみに待っていてくれたら嬉しいなと思います。まあ、レコーディングって言ってもね、レコーディングって言うとなんかこうわってなるかもしれないんだけど、まあ、わってなるものなんだけど、なんていうのかな、レコーディングにもいろんな種類があるんですよ。そうそう、レコーディングにもいろんな種類があるので、皆さんぜひ。待って、サラダ苦手な人がいる。あ、ね、ちえこちゃん、あのさ、みんなの LINE のところにさ、梶島が、あの、スタジオの前でしょろべってるって言っといてもらっていい？ジロガチゼラがね、あの、アプガニキの8人のグループ LINE があるんですけど、そのグループ LINE の名前が人狼ガチ勢って名前なんですよ。なんだろうね。私が来ました。うん、あー、ニーナだ。でもなんかさ、9人の時森永製菓じゃなかったね。あ、そうだった。森永製菓です。なんで森永、みんな森永製菓好きなんかなって思ってました。ニーナが森永だから、多分それだけの理由で名前がそうだった気がする。私が決め手でいいのかってめっちゃ思ってましたよ。全然。基本的にはあまり何も。決まってないもんね。あれだ。うん。あみちゃん終わった感じ今。あみちゃん終わった。はい。今ゆりちゃんの声。はい。うんうんうん。カジサラ好きね。あ、そうなんだよ。前世青虫です。本当に。大根あんがあれば生きていけるからって感じ。でも野菜と仲悪かった時期もありました、ほんとに。うん、なんかサラダ苦手な人いるかもしれないんだけど、梶島家って山盛りサラダが一人一つ出るんですよ。なぜか昔からなんですけど、それに慣れちゃったんで、なんか白いご飯とかと同じような感覚なんですよね。うん、みんな家です。野菜はね、大根、断トツ大根が好きです。うんと、どれくらい断トツかっていうと、なんだろうな、逃げるは恥だが役に立つの視聴率ぐらい断トツ。めっちゃ分かりづらい。分かりやすいよ、すごくね。うわ、でもおでんだとうちこんにゃくなんだよね。そう、こんにゃくはダントツ。あ、これもね、逃げるは恥だが役に立つの視聴率ぐらいダントツ。味しましたか？味しましたなんかでも言うよ、島崎みたい。ニーナに受けたから、もう一回、いくらでも言うよ。島崎もなんか一回受けると同じことなんか言って、うん、マジでこすりまくるタイプ。あ、一緒だ。私が育てちゃったからかな。そんなことないか。うん。メウです、いるのは。違いますよ。誰？
さんの彼氏です。やば、そうなの、いつから昨日からいつから？昨日からです。昨日からマジか、そうだったんだって。でも否定はしないんですよ、うん、いやー、実はニーナと付き合ってます。そうなんですよ、実は。でもやだ、ニーナだったら。なんでですか？めっちゃやだ。なんでですか？なんか急に LINE で好きですとか送ってくるのでもやだ。ありましたっけ？なんかハートとか送ってくる。あ、送りますよ。でもなんか「カジさん好きですよ」って全部 LINE が終わった後に返してきたりするんですよ。え、そんなことありましたっけ？マジ無意識やってんの。ちょっと見返して。何であんなハート送ってくるん？あ、うさぎちゃんハートですか？え、なんかさ、これ好き。違う、結構ずっとあるよ。あ、なんかあの、うん、リコーダーの動画送って、うわ、ほうがカジさん大好き。でもそんな一回とかじゃないじゃん。確かに。もっといっぱいあるよね。いつもどう返そうか迷っちゃうよね。でスタンプが返ってくる。ね。そうなんだ。慣れ初めからお願いしますって。最初はやっぱり。やだ、喋んないで、なんか本当みたいじゃん。やだ。やだ。うん。まさか秘密ということで秘密にさせてもらって。それも嫌だけどね。やば、いいね。なんか盛り上がってスイッチ入らないと言えないよねって言って、ドラッと簡単に言うから。うん。2期多いよね、好きですとか言う人。結構な素直な人多いですよ、うん、すごいよ。うち行ったことないよ。なくない？うちの試験とか言いなかったある？確かにないっす。これ普通じゃない？言われたいな。カジさんに言われたいな。やだ。森永さんの心を痛める秘訣を教えてくださいって。ね、何したかな？自己をいじめることです。え、したらもう逆の心を痛められちゃったのかも。したらもう私はその人奥の方じゃん。絶好します。いやー、じゃあちこちゃんいじめよう。あ、怖い、めっちゃ怖い。ちこちゃんいじめたらそれは罪。ちこちゃんってどうやったらいじめられるかな。いや、あんまないですよ。割とあんまりさ、難しい。ワンの外に入るけど、なんか難易度高そう。難しいよね。全部無でつけてほしい。バック取るとかそのめっちゃ汚すとか。でもなんか2期でそういう陰湿な感じの人いないですもん。いや、いたら問題だよね。でも平和でよかった、うん、びっくりしたよ、私2期入った時。思いました、私も、うん、なんか言っちゃ悪いんですけど、やっぱ女じゃないですか。なんかあったりするのかなって思ってた。あんまりグループってものを経験したことなかったから、うん、なんか怖いなとか思ったけど、なんでこんなに温かい方々なんだろう。なんかみんなこうさっぱりしてる性格だなって思いました。わかる、めっちゃさっぱりしてるよね。好きとか、うん、なんかみーみたいなことするけど、うん、なんかそういうことに関してこうさっぱり、うん、こうなんか思うことがあったらはっきり言うみたいな。はっきり言うし、気づらないよね、うん、感じだと思います。なんか次の日にはもう何も思ってなさそう。なんかあったとしても、うん、でもなんかやっぱりそう、こうお仕事をしていく面では、うん、切り替えって大事なんだなって思いながら、うんうん、なんかね、特に梶島さんはねって言われた。そんなさっぱりしてるの、私さっぱりしてるから。でもね、ドライとはよく言われるけどね。どうなの？ドライじゃない、ドライかな。でも高校の時のあだ名が、はい、ドラえもんスターだった。ドラえもんスター、うん、ドラっていうか、なんかテリアさんなんだろうなって思ってました。なんか待って、間違えちゃった、カジ飲んじゃった。え、おいしい。なんか味違うなと思った。いいよ、別に。カジ、最近これハマって全然いいよ。え、なんか辛いと思った。うちら検査してるから、うちら検査してるから。いいよ、レオ、全然いいよ、全然大丈夫。間違えちゃった。え、おい、あ、でも炭酸苦手なのか。そう、だから今、え、辛いって。あった、アミちゃん全部言っちゃった、全部言っちゃうじゃん。ごめんごめん、配信させてもらってるわ。あ、座る、どうした、
ね、大丈夫だった、どうぞ強かった、これ強酸酸って書いてある。強酸酸、匂いを打った方がいい。うん、レモン、レモン。え、やろ、一緒にやらせ。めっちゃ面白い。なんか、確かに。あ、ごめんね、大丈夫？あ、全然大丈夫。すまんよ。切る、チーコの、チーコの炭酸タイムでした。梶島さん、引きずるタイプじゃなかったって言って。これやらない。ね、根には持つか。結構私結構めんどくさい女なんですよなんか忘れないかもしれないけど、別にその忘れないからって何かにあのなんか人質みたいなことはしないですよ。だから忘れないだけです。今日はまだ続きそうです。怖いだって。いや申し訳ない、でも治んないんだもん。なんか姉ちゃんに怒られたこととかめっちゃ根に持つもん。あ、うん、え、クロスしてる。あ、怒られたって思って。なんか何日内容は分かるけど内容すごい根に持つだ。タン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 じゃない日付が覚えてるんだって。で、回すでノートに書いてたりしてる。キュンキュンって、キュン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 ノート回すでここかな。あ、で横向きで、これでしょ。なんだなんだ悩みノートだって。つけてるかな。なんかさ、こうやってさ、パッ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 移動してさ、かわいいなそれ。なんか、うれしいちゃんの出来事書きます。まあ、全然溜まってないんですけど、ね、でもなんか最近書いたのとこ覚えてないの。覚えてます、今日書きました。めっちゃ恥ずかしい。何があった。言えないことなんですけど。あ、じゃまだ言えないんだって。そういうことと、うん、あと、うん、1,2,3 でいく前。え、1,2,3 あと声かわいいねって言われた。めっちゃいいじゃん。言われたことないかも。めっちゃこんなちっちゃい1センチぐらいの小ささなんですけど、でもそんなもんでいいんだよね、多分。でもなんかショールームとか毎日やってるからさ、なんか面白いエピソードあった時頑張って書くようにしてるんだけど、意味わかんないのいっぱいあるもん。なんかホタテがなんたらとか書いちゃってさ、何したっけってずっと話せなかったりとかするのめっちゃあるからね。確かに。あ、そっち？わかんない、人によるんじゃない。まち後ろになっちゃったよ。え、後ろの人はこっちですか。そっち。あ、じゃあこっちだ。うち一番こっちだ。あ、一番上手だったから。あみちゃんはじゃあこっちだ。で、私はこうやってこうやって行ったらこっち来て、で、こうやって前に来るので。そうだけど、こんなことやって。で、なんかそう。え、そう、なんかそこの雰囲気。あ、そう、かけかけもコンポタージュとか、そうそう、それもそう。藤木さん、そう、そのなんかいつもそのエピソード書いてあるノートに見返したらさ、かきくけコンポタージュって書いてあって、絶対わかんないじゃん。何？なんかギャグが思いついちゃったんだ。何だったんだろうって思って、すごい気になって。かきくけコンポタージュって書いてあるみたい。使っていいよ、それ。使え？何が言いたかったんだろうって。めちゃめちゃ気になってるんだけど。うん、ホタテの話なんだったかな。でもホタテで思いつかないんだけど、カキフライだったら思いつくのよ。カキフライをさ、ちっちゃい頃ばあちゃんがカキフライを夜ご飯だったの。じいちゃん、ばあちゃんに持ってったのよ。で、私はそれがなんか美味しいコロッケとかに見えたわけ。だから美味しそうと思って5個あったやつを1個つまみ食いしたわけ。でも小学校ぐらいの時の話だから、食べたらもう意味のわからない味がするわけ。うわってこう苦味が広がって、なんだこれってなって、うわってこうじばあちゃんの皿に置いたんだよ。やばい。で口かじって、でさ、そのまま出したら怒られたっていう。確かに見た目同じじゃない。残んのこと。あのさ、カニクリームコロッケがうち苦手なの。それとかに当たったとき焦るし、なんかちょっと分かりやすくなればいいなって思った。うん。正直言われました。うん。
ちゃんって終わったの？終わりました。あ、大丈夫？帰宅です。あ、そうか、入り待ち。じゃあ私ちょっと中入ってます、一応。はい、うち、あ、ちょっと次行きな。いいですか？うん、全然いい。荷物この辺置いていいですか？私持ってきます、荷物。はい、ショールームできてるから大丈夫って言って、ポテトを食べます。もう腰投げても、え、めっちゃ面白い。牡蠣は大人の味だって。今は、ちょっとお仕事待ちです、空き時間です。牡蠣は下パニックになるってきてる。確かに。いきなり前ぶれ、ね、食べたことある？だってちいこちゃん、あります。意外と好きなんですよ私。え、大人。え、なんか生で食べるのはちょっとダメなんですけど。いやー、私も無理かな。いや、食べたことない、生で。生美味しいって言いますよね。なんか当たるとダメなんて。ね、当たるとか言うよね。うん、徳川家康に当たってダメだったって言いますよね。徳川家康、牡蠣に当ててダメだったの？そうですよ。え、ダメだったの？それに伝えがあるんですよ。ダメだったの？大好きです。出たよ、キュンです。あじさん、大好きです。早く帰んなさい、まだまだ。大好きです。これ何ですか？大好きです。なんか売っちゃうの。早く帰って、バイバイ。お疲れ様です。バイバイ、気をつけて、また明日。明日何時起き？明日は4時。めっちゃ早いよ、みんな。応援してます。頑張ります。バイバイ、バイバイ。お疲れ様です。お疲れ様です。ね、頑張ろう。うん。ね、うち大人気じゃない？っていうコメントが来たんだけど。ね、大人気じゃない？なんかうち人気なんじゃないかって思ってきたんだけど、どう？勘違いですね。それ、ね、うち人気な気がしてきた。違う？そういうことじゃないの？うん。え、私11位になれた。うん、投げてんの？今めっちゃ頑張って。やだ、いいよ、投げなくて。いいな、ありがとう。今なんか、でもチークも毎日配信とかして星とか溜まってたんだ。そうですね。ね。誰に届いたんだっけ？待って、キビチーコちゃんって来た。めっちゃ面白い。キビチーってこと？出ちゃう。力。なんで無理じゃん、マジ。めっちゃ面白い。でちーこちゃんは正解しか言わないなってきた。うち人気なんじゃないんだ、メンバーから。これ真に受けたら終わるタイプ、もしかして。あ、別にいいとこだけ。うん、いい先輩だと思う。だっていや、それもどうなんですね。一番真似しちゃいけない先輩ランキングが1位だな。ひそかに家事への思いを募らせるちーこちゃんだって。いや、絶対にもうなんか本当に寄せてる感じしない。しない、全然しない。ひょうたんさん、こんなの、うん、でもみんな優しいよね。うち結構こんな感じだけど絶対喋りかけてくれるもんね。それすごいと思う。なんかうち結構高校とかでさ、なんか友達だったはずの人とさ、なんか後半喋らなくなるとかすごい多いの。なんかやばすぎる。そうそうそう、うん、ドライモンスターって呼ばれた理由もなんとなく今になって分かるようになってきたし、なんかすごい2期のみんなすごい喋りかけてくれるから嬉しい。嬉しい子ちゃんです。にしても家事本当に痩せたよね。だってそうかな。そう、でもなんか昨日じゃない、一昨日、笑いさんにも言われたんだよね。痩せたねって、どうしたのって言われた。あ、でも敵さんのためにみんな誰かだと思うな。敵さんのためでもね、新衣装のさ、うんうん、あの太ももがゆるゆるでさ、あのゴムの部分が、うちやっぱ前太ってたんだと思うんだよね、普通にちょっとだけ。何なのね。でもこんなポテト食べながら言う話よもね。あのすごい食べてる、ありがとうね。ちょっと心配してくれたかもしれない。あー、やった。そうですね。何これ？これはなんか置いてあるやつ。ごめん、ちょ配信。あー、ちーこちゃん誰だ？まーちゃんです。映ってくれたよ。もらい。まあまあ。
うん、マジめっちゃ映ってる。続々と集まってきて忘年会みたいになってます。これ誰から？多分置いてあったやつ。もっとさ、一番最初から置いてあったよ。この間プリプリした時置いてあった。いや、持っていっちゃえば。うん、思った。ファッションフルーツ、メロン。メロン。ねえ、わっ。ちゃんま。あ、髪色綺麗なちゃんま来ました。寒いですね。ちょっと、順番がこの後ちニーナやってチーコちゃんやって私たちって感じです。私たち、個人、まあ、それも言ってたから先やっても全然いいよ。唐揚げ食べたい。私やっていい？いいよ。ポテト、ありがとう。ポテト、ポテト、ポテト食べながらやってた。唐揚げ食べたい。唐揚げ、唐揚げじゃないよこれ。え、寒い。うちここダメかも、寒くて。うそ、使う？これ使っても無理か。え、中いる？誰か。中ね、2人誰か、いけ、中入れることもできるかも。うん、歯磨いたら行こう。はい、ということで、続々と集まったアプガニキですけども、あ、もういい、あげる。なんかお腹いっぱいでした。あ、なんかみんながこう一言ずつ喋っていく感じが面白かったですね、今日は。はい、ありがとうございます。ん、こんばんは。あ、気になってた子かもって。あやカーニバル出てた人ですか？はい、カジシマと吉川です。イエーイ。え、うすい、あやカーニバル出てました。嬉しい。アップアップガールズかっこニキと申します。ポテトを食べながらで失礼しました。ありがとう。うん、1、2月前にアベマタイムリミット見てましたって。うえ、ありがとうございます。面白かったって。ケンケンパーさん、ありがとう。そして秋広くん、あやカニバル、ありがとうございます。あ、そう、鼻リコーダー吹いてた人と、あのアーリンさんに好きですって言ってた人です。ここ2人です。よろしくお願いします。ということで、まだまだ続いていきます、お仕事。今日は皆さんにね、楽しいものをお届けするために頑張っております。明日4時起きの人見ますから。ちょっとでもまだまだ元気なので、皆さんも明日も配信あります。ぜひ、なんか楽しそうだな、配信ありますので、皆さんぜひご覧いただけたら、ご覧いただけてたら、うん、ご覧いただいて、うん、よろしくお願いします。で、今日はタクシーでは帰りません。大丈夫ですよ。ということで、もうそろそろカジの出番も来ると思うので、今日はこの辺で。久しぶりにこんな早い時間から始めできましたね。みんな見てくださってありがとうございます。20分ぐらいやったのかな今。カジさん全然4時起きじゃないですよ、5時起きです。だから大丈夫。そうなんです。じゃあまたね、皆さんお会いしましょう。それでは、皆さん一緒にやってくださいね。はい、本当に本気だからね、みんなやってね。お手も拝借、せーの、以上、やれ。お手も拝借、せーの、以上です、やれ。お手も拝借、せーの、以上です。え、やる？それまだやってないよ。ちょっとやってよ。年末最後だよ、多分。明日の朝までいけるか選手権。待って、つらい。受けよう、受けるよ。朝まで以上です。やってもらうまで終わります。やろうよ、みんな。だって最後かもしれないよ。両手触っちゃったな。いいよ、口だけでめちゃ早くじゃん。やる気ないじゃん、全然。だってうち、まだやる前に言ったよね。歯磨く前にね。じゃあ行こっか。準備はいいかい？はい。ね。手出して。それをこういくんだからね。ちゃんとやろうね、みんな。めっちゃ歯磨きやった。もう歯磨きに持ってかれたんだけど、もうつらい。もう行こう。じゃあ丁寧に教えてあげる。こういうやつ。チーコすら、もうチーコすら下向いてるもん。全然見てない。真剣に考えてる。歯磨きの、まあ、コメントの歯磨きしかなくなっちゃったじゃんよ。手を拝借、せーの、以上です。で、本当に終わんないよ、みんな。マジやるまで終わらせないからね。ちょっと以上ですって言うだけだよ。お手を拝借。じゃあ腕振りなかって。長いよ。じゃあリタイア。はい、二人。
君と君に映ってんだからちゃんと。せーの、せーの、お手を拝借。早いんだよ。せーの、お手を拝借。せーの、以上でーす。まあいいでしょう、年始はもっと元気な以上ですをお届けします。バイバイ、またねー。シャカ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 、バイバイ。